神様が今年の稲の育ち具合を見て回り、豊作を祈願する御田祭りが、令和元年7月26日、阿蘇市手野の国造神社で行われました。まず、国造神社で神事が行われた後、お田植え進行式が始まり、道案内の猿田彦を先頭に、神様のお供え物を運ぶ白装束のうなり、それに一騎のみこしが、神社からおよそ1キロ離れたお旅所のお狩屋へと運ばれました。国造神社の御田祭りは、神様が稲の育ち具合を見て回り、豊作を祈願するもので、阿蘇の農耕祭事として、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。お旅所で休憩した後、お狩屋の前でお田植え式が行われ、神職や氏子たちが、みこしに稲の苗を投げ入れ、今年の豊作を祈願しました。そしてお田植え進行式の一行は、御田歌を歌いながら神社まで戻ります。進行式の行列が通る道筋には、例年にない大勢のカメラマンがやってきて、うなりなどの行列にレンズを向けていました。夕方神社に帰ってきた進行式の一行は、神社神殿を7回半回り、最後にお田植え式が行われた後、みこしは拝殿に置かれ、国造神社のお田植え祭りは終わりました。